子役の小松彩香です。セーラームーン月のうさぎ役の沢井美優です。 DVD をご覧になってくださった皆様ありがとうございます。私がいるから。うさぎちゃんのこと大嫌いな私が。出ちゃったよ。出ちゃった。怖いね。怖いね。怖いね。あんなん誰でもわかるよね、うん、性格。アイザはだからいい子でミオと逆って感じ。逆正反対だね。うんうん、ね、ミオ怖いね。しかもなんかすんごいぶりっ子だし最近。うん、全然違う。だから私のなんかおじいちゃんとかおばあちゃんとかがミオ嫌いなの。私をいじめるから。何あの子すっごい性格悪いとか言ってたけど、いやいやあの子本当は全然いい子だからって言ったら、うん、あそうなの言ってたけど。だから子供たちも大人でそういう風に思ってるから。子供たちだったら相当怖い子だよね、うん、悪い子やだ言うんだろうなと思って、うん、バレーボールやったんだね。あれすごいよね。ミオあれは誰がやってたの。ミオだよ。本人がやってたの。なんか強いのとか。うん、強そうじゃなかったじゃん。嘘。強そうじゃないですね。あれどう見ても。嘘。強そうに。バレーボールとか見たことある？うん、見たよ。本物のバレーボールとか。本物に比べたら。違くてさ、なんか違うんだよあれさ、ネット下げたりしてんだよ。うん、あ、そうなんだ。ね、だから飛んでないのに、みたいな。とかが多かったの。あ、そうなんだ、うん、よく見てみる。すごい下手だったよアリさん。マジ。へえ、ウサギが敵対心持つなんて珍しいね。あっちこっち痛いから家で湿布してから来るって。そんなに。黒木美桜も大変だな、ライバルにされちゃって。うん、でもちょっとわざとウサギを。それは考えすぎじゃない。そうだよね。お腹すいたね。なんか買ってこうか。ソフトクリーム。アイス。え？アイス。ソフトクリーム。やだ。それと、多分ずっと昔から知ってる。大丈夫？どうしたの？なんか急に。なんでだろう。アイスクリーム食べたんだ。アイスクリーム？ミオアイス潰したんだ。あれでもさ、アリさ低温やけどしちゃって。なんでアイスで？ずっとこうやってやってぐしゃってやったまんま、もうそのまま取るじゃん。続きもずっと入れっぱなしじゃん手とか。その時はあんま分かんなかったらしいんだけど、取って赤くなる。だってかわいそう。アイスその時すごいいっぱい買っててさ、小道具さんで見てた。あ、見てたんだ。よく頑張った。頑張った。もらったもらったのか。やっぱりもらった。スタッフさんが優しいからさ、ちゃんと食べる時間くれてさ、こう運にチェンジとかでこうチェンジしてからみんなは食べてたのも、うん、で始まる時で行ったら始まるんだけど、その時にアイスが来たから、うん、食べていいよって言って、沢井さんアイス待ちですみたいな。え、10番中学黒木美桜が。うん、なんか転校したらしいよ。まあ、忙しいからまともに通えないと思うけど。あ、おはようございます。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 じゃあ見てました、着替えてきて。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でも10番中学に転校するなんて。
は愛の実の子はどうでしょうね。頑固ですかね、うん、負けすぎだい、うん、で病弱病弱あれこう役でさ、うん、みんなどの役もさ映ってない時があるじゃん、うん、登場せずの時もあるわけじゃん、うん、そういう時ってさ気持ちつながんの、うん、めちゃくちゃじゃんなんか、うんだね、登場病気になってたり倒れふらついてたりすごい元気だったりする時もあるじゃん、うん、きつく言ってる時はもう、ね、うん、か隠してるの、ね、そうすごい難しいなって思う、うん、難しい、うん、彼のポケットの膨らみ多分指輪だと思う。やっぱ真ん中がいいんだよな。よし、まさか指輪だと気づいてないだろうな。あの感じ絶対まこちゃんのこと好きだね。そんなこと今だ。ファッションジュエリージュピター。覚醒もかっこよかったけど、うん、まこちゃんもかっこよかった。だからていうかポーズとかもさみんな結構あるじゃん、うん、いいじゃん楽で。いやないから困るんですよね。スチール取るじゃん、うん、ポーズしてって言われて。でもあると忘れる。いやなんか違くて言われるの。それ以外にそれ以外にいやないんですよみたいな。つけやすいしまだ。でもこれもやりにくいよね。これも結構限られてるでしょ。限られてるよね、うん、アミちゃんよくない。いいね。レイちゃんとかも、うん、これいいのか。え、わかんない。ここだ、うん。まこちゃんもでもやりにくいか。あ、でもまこちゃんもみんなでもやりにくいよ。そっか。でもあれじゃん、技パターンがあるじゃん。うん、技も全部スティックがないとできない技だから、うん、特にポーズとかもないんだよね。これだし、しかも、うん、そうだね。これだから私これなんですけど、こういうとことかこことかにしかできないの。こう、まあこうとかこれだから。もう決まっちゃうね。ないでしょ。これ捕まえられるとこ。ペッとかやる。かっこいいじゃん。かっこいいですね、うん、今度スチールで、ね、それやろう、うん、ペッ、よし、うん、一番決まるから。あ、しょきよみたいな。そうそうそう。まこちゃんと元木くんか、結構お似合いだよね。元木くんならいい人そうだし。男なんてみんな同じよ。わあ、レイちゃんってほんとこっち方面興味ないんだね。別に普通よ。いいな。うさぎちゃん、カラオケしない？私、練習したい曲があって。うん、やるやろ。まこちゃん、もときくんって好みじゃなかったのかな。わからないけど、ただなんとなくまこちゃんのそばにいてくれる人ができたら嬉しいと思ってたから、ちょっと残念かな。そうね、まことは一人だから。私たちがいるじゃん。うさぎが家に帰ったら。どうしたの。なんか今地面の奥に何か感じたんだけど。え、新キャストが
新キャストか登場です、うん、ね、35話は悲しいね、うん、泣ける話。泣ける泣けると、うん、2人だったもんね、ずっとね、撮影、うん、ほとんどっていうか全部2人って感じじゃない？うん、そうだったね。そうです、あれだね、33、あれ33、34もいい話じゃない？うん、いい話ね、よかった。うん、なんか親、あ、これ親子は、ね、親子で見てもちっちゃい、今ちっちゃい子で親子で見てもわかんないけど、うん、中学生と親が一緒に見たらいい話な感じがします。うんうん、そんな話なんで、ぜひ、うん、見てください。ませませ。あれ、終わりですか？よかった、お疲れ様でした。